こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はフールの近況報告をしたいと思います。2024年もですね、あっという間に2月を迎えました。ほんとついこの間お正月になったと思ったら、あっという間に2月になってましたね。本当にね、毎日がめちゃくちゃ早いです。年を明けてからもですね、ほんとたくさんのお客様にお店に来ていただいて、レザークラフトフールとしてはですね、本当にね、順調な滑り出しをしています。お店にね、来ていただいた皆さん本当にありがとうございます。改まってですね、こんな感じで近況報告の動画を撮ってるんですけれども、なんでかっていうと、最近ですね、この YouTube の動画の更新がちょっとね、滞ってるんですよね。去年はですね、週に2回、火曜日に商品の紹介動画を上げて、土曜日にですね、レザークラフトに関係する動画を毎週毎週アップしてました。まあ YouTube を始めてからですね、ずっとこのペースを崩さずにね、動画を更新してきてたんですけど、去年の年末あたり、まあ、年明けてから特になんですけど、動画のね、更新ペースちょっと落ちちゃってるんですよね。動画のね、更新をね、楽しみにしてくださってる方もいらっしゃるのにね、本当にね、申し訳ございません。本当はアップしたい動画ですとか、あとレザークラフトの技術系の動画で撮りたい動画なんかね、たくさんあるんですけど、ここ最近ね、全然動画が作れてないんですよね。まあ、この動画の更新の滞ってるんで、ちょっと理由があってですね、去年の年末のご挨拶の動画でも少しお話ししたんですけど、この2024年5月でですね、レザークラフトフール、節目を迎えるんですよね。おかげさまでですね、たくさんの方に支えていただいて、店舗登録してからですね、20周年を迎えることができました。まあ、今年はですね、その節目ということで、いつものね、その周年と違って、ちょっとね、変わったことしたいなって思ってるんですよね。まあ、それの準備とかをしてたら、まあとにかく時間がなくてですね、まあ合わせてですね、お店の営業の方もありますし、もちろんですね、お待たせしてるお客様のオーダーの制作なんかもね、あったりして、まあね、とにかく時間がないんですよね。で、YouTube の方の動画の制作が、ちょっとね、後回しになっているという現状です。まあ、決してね、体調が悪いとか、YouTube ね、ちょっと飽きちゃって、もうやめちゃいそうな感じとかではないので、その辺はね、ご安心いただけたらと思います。まあ、あまり、心配もしてないかもしれませんけど、今年に入ってから、その土曜日の技術的な動画とかはもう全くアップできてない状況で、これはね、さすがにちょっと動画お待ちいただいてる方に忘れられちゃうんじゃないかなと思って急遽ね、こういうちょっと言い訳じみた動画を撮ることにしました。まあ、お店の周年がですね、5月なんで、まあ、その5月のゴールデンウィーク明けるまではちょっとこれぐらいのペースになってしまうのかなという感じですね。まあそれでもですね、週に1回は何かしらの動画をアップしていこうと思ってますので、まあね、動画がアップされた際は、ぜひね、見ていただけたらと思います。まあ、今年の周年はね、ちょっとね、イベントっぽいこともしたいと思ってるんですよね。まあ今のこのフールの場所に移転したのがですね、ちょうど、9年前になるんですけど、その時からね、ずっとやりたいことがあって、まあどんなことかっていうと、まあ、この高知県でですね、アメカジとかアメリカの文化が好きな人たちがですね、こう楽しめる日を作りたいなって思ってたんですよね。まあ、なかなかそういうイベントっていうのが高知県ではなくてですね、まあ、どういった形かっていうのは具体的に何も決まってなかったんですけど、まあ、もちろんね、フールのお客さんも含めてそういった方々がね、楽しめる日が作れたらなと思って、まあ、ずっと考えてたんですよね。まあ、で、高知県にはそのアメリカを感じれる面白いお店がね、たくさんあるんですよね。まあ、僕のね、諸先輩方が経営してるお店っていうのがたくさんあって、まあ、その先輩たちにね、協力していただいて、何かね、面白いことができたらなってね、ずっと思ってたんですよね。まあ、ただこう店を移転してからは本当に日々に追われて、思いはあるもののなかなかね、実行に移すことができなかったんですよね。まあそんな中ですね、ありがたいことにこうフール20周年を迎えれるということで、もうね、このタイミングでやらなかったら、もう多分できないなと思って、
ちょっとね、今年は意を決してね、そういったイベントをちょっと開催したいと思っています。まあ、去年の年末から、まあ、その先輩方にはね、お話しさせていただいて、皆さんね、協力してくれるということで、OK をね、いただきました。まあ、最終的にどういった形になるのか、まあ、決まりきってないところもあるんですけど、もう僕自身もね、すごくね、ワクワクしてます。具体的な日時ですとか、まあ、どういったことをするのか、決まったらですね、また、この YouTube の方でもね、報告させていただこうと思ってますので、ぜひね、楽しみにしていただけたらと思います。まあ、ほんとやっとっていう感じなんですけど、アメリカンカルチャーがね、好きな方には、ぜひね、楽しんでもらえる日にできたらいいなと思ってます。まあ、フールとしてはですね、20周年限定の T シャツの販売ですとか、あと20周年限定の、アイテムのね、販売なんかも計画してます。革製品に関しては、もうとにかく手の込んだものをですね、20周年限定の刻印を入れて、制作しようと思ってます。まあ、頭の中ではね、できてるんですけど、まあ、これ、作業しないと出来上がらないんで、まあ、とにかくね、頑張って作らないといけないんですけど、めちゃくちゃね、かっこいいアイテムができる予定です。まあ、価格もね、スペシャルプライスで販売できるようにね、ちょっとね、頑張って作りたいと思います。まあ、ありがたいことにね、オーダーをもうほんとたくさんお待たせしてるので、自分の作りたいものを作る時間って本当にないんですけど、まあ、この20周年という節目はですね、僕の人生でも最初で最後なので、まあ、この3ヶ月ぐらいはですね、わがままをさせてもらって、できる限りでですね、もう自分の作りたいものを作って、思い出に残るね、限定製品を制作したいと思ってます。まあ、そういったスペシャルアイテムもですね、制作工程や、完成したらね、製品の紹介なんかの動画もアップしたいと思ってますので、楽しみにね、していただければと思います。まあそういった感じで、ほんとダラダラとね、長い言い訳動画になったんですけれども、まあ5月までは YouTube の動画の方、少しね、更新頻度がね、落ちると思うんですけれども、またちょっと時間ができたらですね、技術系の動画ですとか、皆さんのね、お役に立つ動画どんどんアップしていきたいと思ってますので、ぜひね、ご理解いただければと思います。はい、そういった感じで、フールの近況報告動画でした。よし、じゃあ、またこれから制作頑張りたいと思います。頑張るぜ。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた、See you!